カー元日本代表岡崎慎司引退、サッカー大好きメディアプロデューサーのゆうさんですが、ガッツあふれるタイミングヘッドというと岡崎慎司さんであります。37歳になられたよね。引退を発表されました。南アフリカのワールドカップでタイミングヘッドで飛び込んだゴールとか脳裏に焼き付いておりますが、皆さん日本代表の得点ランキング分かりますか？岡崎さんは3位なんです。119試合に出て50点。2位はもうお分かりですね、 J リーグの創世記を支えた今もね、キングカズ55点。1位誰だったか、オールドファンの懐かしい金本邦史76試合に出て75点取ってるとすごい得点率やと思いませんか？岡崎さんの50点、この数字を見ても非常に光る数字かなと思います。またあのような体を張ってでも得点を取りに行くんだというがっついた泥臭いフォワードの出現待っております。